おざっす。おざっす。あんた結局ここじゃねえかよ。国王寺。見慣れたタワーマンションですね。思い出したよ。はい、ちょうど1年くらい前に坂田、はい、夜仕事終わって今日みたいに、仕事終わりで撮ったわけよ、それが夜のもう1個前のやつで、ちょうど1年ぶりなんだよ。1年ぶりか、もうそんな。その時にすげえ国分寺に、今すげえコロナ禍だけど新店が超来てて、国分寺めっちゃ暑いから国分寺だけで攻めなきゃいけないなっつって、何もせずに1年経ったんだよ。しかし俺も間抜けながら、つい数日前に自ら2点くらいは行ったよ。行っちゃったんだね。ああ行った行った。どこ行ったんですか？国男とワンと、もうそこはまず最初に押さえようと思ったところで、多分その日本通りでやろうと思ったんです、そういうのは。けどもうさすがに何も、スイッチあまりに暇だから行ってきて、まあよかったです。これ やります？何？また行く？そしたら。まあいずれね。いずれね。うん、まあなるほどと思ったよ、うん。じゃあ今回は？今回はついでにもうラーメンウォーカーキッチンに触発されて、この機会にもう無駄色に行っておこうと。多分。おついに来た。うん。多分永遠にやらない可能性を今そう思ったんだよね。行ける時に行っとかないとさ、ワンちゃん俺が死んだり D が事故ったりとか普通にあるからね。まあ無駄色は、まあ、いろんな意味で行くべき店でしょ。この西玉エリアの入り口っていうか ね、玉エリアの入り口の店として。ムタヒロも何店舗かあるけど、うん、いっぱいある。そのうちのどこですか？2号店ですね。鶏そばムタヒロ。1号店がそので修行先のナギと同じ煮干しなんだよね。煮干しメインでやってすぐに出した2号店がこの鶏で、しかし多分これは俺たちが知ってる今大部分になった鶏醤油ラーメンの鶏じゃないと思うんだよね。まあ食ってみればわかるけど、多分まあ古市を食ってるから俺はわかるけど、うん、多分そっち寄りなんだろうなと。古市は多分その1と2を足して2で割ったような感じじゃないかなと俺は想像して。塩じゃなくて醤油なんだ。醤油だね。いや塩かもしれない。塩もあるかもしれないけど、多分普通の醤油ラーメンと鶏醤油だけど、その淡麗系に寄った方じゃないと思うんだよね。菊屋とかに近いかな、もしかしたら。じゃあ早速行きましょう。ボイン。それ TV みたいなノリはやめろ。田村だ。
はい、じゃあ総括お願いします。もうズバリそのものズバリ期待通り注文通りの味だったね。ですね。もう中油ともうものすごい鶏の旨味、鶏そばって感じですね。全然だから言ったでしょ、醤油の淡麗系じゃないでしょ今まで食ってた鶏醤油ラーメン、うん、全然流行りのキレがどうとかじゃなくてもう旨味をガシって、うん、もうぶつけてて、もう最後味玉割ってさ、うん、卵を黄身とかして食ってると親子丼食ってるみたいな、なんか錯覚さら覚える、うん、すごいもうそういう味だったね。だから菊屋とかにやっぱ近いのかな。もうもろ食材が見えたけど、麺箱に読む新宿だるま製麺って書いてあったじゃん、うん、あれがもうナギスピリッツ、うん、なんかナギの麺もだから未だに超平打ち麺だったけどね、今までにないね、あれも全部だからナギで全部作ってもらってるんだね、うん、そしてやっぱあとは鶏のひき肉、うん、ラーメンに入ってなかったでしょひき肉。あ、うちに入ってた。入ってた。塩に入ってた。塩にちょい入ってた。うん。もろあれが出汁柄だと思うんで。ああ、そっか、うん。あれで取って、ね、あれで取るから地鶏とかじゃなくてもさ、あれをもう鬼のように入れて、うん、濃い鶏汁、うん、をやっぱ作ってるんだと思うんだ、出汁を。そうだね。うん。技だね。うん、まあ想像だけど、うわ分かりやすくて、カップルのお兄さんの方はもうつけ麺と鶏そばやっぱ連食してたけどさ、うん、すげえ勢いあー分かるよね、まあうまい。もう古市とどうでした？ん古市と古市のははっきり言うともう洗練されてるよね。さらにだから淡麗系っていうか、うん、あれね分かりやすい味だって古市の時言ったじゃん、うん、だけど濃すぎんでこっちはさらに古市も濃くて分かりやすいけどもうちょいだからさ足して2で割ってちょい薄めるじゃんけ淡麗系によってる、うん、だから古市のははっきり言って洗練された味だと俺は思う。あーなるほど、うん、まあ店長でやり分かったんです。そういうのがね拝島でやってたって言ったら多分拝島で出したのはこれに近いんで鶏そばの、うん、この鶏の方の昔はそれで多分もうもちろん煮干しの方も知ってるだろうし、うん、それだからそれをハイブリッドをやりだったわけだよね。古市の麺は、うんあっちと、まあ、多分まあ間違いなく古市の麺も多分新宿だるま製麺とかだけどムタヒロナギ、うん、ナギだよね、うん、多分ナギだろうなと思うけど、まあ、それか自家製麺多分自家製麺って言ったような気がするんだよね、うん、もうだから完全に自分の独自路線、うん、ヒールじゃないけどさ、うん、師匠から独立して全部やってんじゃないかな、うん、なるほどね、はい、いやいや。じゃあ星はいくつですか？二つ星です。おー来た、二つです。まあ、まあまあ、しっかりした久々に食ったねラーメンね。ラーメンらしいラーメン美味しかったです。はい、ありがとうございました。はい、どうも。